はい、お、はい、マイクの OK でしょうか。はい、だいぶ夜も更けてまいりました。いよいよこれから本番でございますね。第2部でございます。はい、ここから長いよ、はい、いつもごとくでございます。はい、まあなんかだんだん場が温まってくるのこの辺りかなってきますよね。はい、こういうのとか大人気の、はい、シン・ゴジラでございますが、はい、シン・ゴジラでございますが、はい、前回放送したときに、うん、はい、ちょうどシン・ゴジラを見に行った直後でございまして、はい、個人的にガーッと盛り上がってまして、何を見てもシン・ゴジラに見えます。そんなことはないです。まあ、オーシャン・サンショウウオぐらい、両生類ぐらいだったら、まあ、ゴジラに見えても仕方がないと思うんですね。カエルを見ても文句なんですけど、まあ、そんなことはないです。はい。まあ、それぐらい、個人的に盛り上がってたときに持ってきて、はい、視聴者さんも、ずいぶん、盛り上げてくださいましてね。はい。お話が面白かったです。はい。あれから、勢い衰えずですね。ね、結構。はい。闘技であると、もう1ヶ月以上経ってますよね。2ヶ月とか、もうだいぶ経ってますよね。はい。なんですが、まだまだ、なんかまだまだ話題は、はい、山津でね。はい。なんか、2回3回、なんか何回も言ってる人、はい、はい。続出してるっていうね。はい。すごいな。久々に、そういう、特撮とかね、アニメとかで一般の人も巻き込むぐらいの、こう、こう、なんでしょう、話題になってるのはすごいなと、はい、感じてたわけなんです。はい。しかし、その上を行く、あれですか、その、君の名前ですか、はい。なんだ、君の名前のくせに生意気。ちょっと、シン・ゴジラ、利益としてはね、思っちゃいますけど、はい。なんか、工芸シーンに似ちゃうじゃん、みたいなね、言われたりですけどね。はい。でもなんか、あれらしいですね。60年代人間関係の話をして、なんか60年代のゴジラもうなんか、大ヒットしたんですけども、それを上回る、俺の名はじゃ、君の名はらしいですね。俺の名はって。言い間違えたけど、俺の名はって言ったらなんか特撮映画みたいですね。これはこれでね、またね。はい。俺の名は破壊だみたいなね。はい。な感じですけど。はい。俺の名はじゃなくて、君の名はっていうね。はい。ありまして、昔も、1950年代に、はい。こうまた大ヒットした映画で、ゴジラを抑えたらしいんですよ。はい。松竹だったかな、はい。と、ゴジラが東宝でみたいな。なんか、そんなニュースになってましたからね。はい。とか思って。マチコマキっていうね。はい。主演の女性、が巻いていたマチコマキが、こう、流行になりました。で、私もそれだけは知ってたんで、君の名はの話題が出た時は、マチコマキって知ってるかいみたいな話をして、若い人から、おっさん扱いされていたもんでございますが、最近は通じるようになったのかもしれないですね。はい。こんだけヒットしますとね。はい。ね、私も別に見たことはないんですけどもね。君の名は。噂だけですが。はい。なんでも、銭湯から女性が消えたというぐらい大ヒットした、恋愛ドラマですかね。はい。という、そういうのがあるそうですが。はい。あれなんですよ。で、今回なんかちょっと興味見て、どんな映画だったんだろうって調べてみたら、はい。空から彗星が降ってくるわけではなくて、はい。むしろ焼夷弾が降ってきたというね。はい。東京大空襲ですね。東京大空襲、焼夷弾って知ってます？まあ知らないです。私も知らなかったんですけど、空襲用に特別に開発されたね、爆弾で、なんかガソリンを撒き散らして爆発するんで、もう、ものすごい、焼け野原になるのが半端ないみたいなね。まあナパーム弾の、一歩手前みたいなやつですかね。はい。なんかそういうのを。東京に降り注げられてた時があったんですって、戦争中、ひどい話でございますが、はい。どうも最近戦争時代のお話にちょっと興味がいってるんですが、その話題ばっかりになりますけど、まあまあ、はい。まあでもアニメの君の今のね、アニメの君の名はこう彗星が降ってきて美しいですけども、はい。空襲で焼夷弾が降ってきたらちょっと美しいどころの話じゃないんでね。
と大変な映画かなと思ったんですけど、そういうなんか空襲の中で巡り合った見知らぬ男女は相手の名前も知らぬまま、再会の約束をしてて、まあ、恋に落ちてっていうねことで、で1年後の半年後のここで会おうみたいな、はい、でもそれが果たせずに会えずみたいな、そういうタイプ、そういう、会いたいけど会えない恋人たちっていう、映画、物語の、元祖らしいんですよ。こんばんは。はい、こんばんは。いらっしゃいませ。今日初めてのお客様でございます。本当かな？ありがとうございます。今日初めてのコメントでございます。はい。今ちょっと懐かしいお話から揉んでいってるんですがね、我々おっさん、おばさんのためにね。はい。あの、人が来たんで、ちょっと、気持ちが高まっておりまして、悪口も出てきましたね。はい、いいと思います。はい。今の、はい。でもあの今の、新海監督の君の名は、リメイクじゃないみたいですね、どうもね。はい。ね、マチコマキは出てこないそうで。残念っていうね。はい。戦争も出てこないと。はい。うん。でもちょっと思ったんですけど、彗星が降ってきてね、だったら美しいですけど、あれが隣国から降ってきたミサイルとかっていう展開の方がリアルでいいんじゃないかなと思います。あんまり笑えないですね、この話ね。はい。ちょっとリアルすぎますね。はい。でも時代がもし変わったら、そんな風になっちゃうんじゃないですかね。すいません。最近はちょっとそういうモードなんで、つい話がそっちに行っちゃうんですけどもね。はい。まあでもなんか彗星で、ネタバレしちゃいますけど、あれですよね。彗星でこう、一つの街が滅ぼす、ような、はい、ところを、まあ、男女の愛の奇跡がっていうような話なんですね、内容ね。はい。はいっていうね、まあ見てはないんですけども、はいはい。で一方、シンゴジラは、はい、我らおっさんホイホイ番組でございます。はい、それは言い過ぎかな。ちっちゃい子供見てますよね、きっと。お父さん、お母さんに連れ、お母さんないか、お母さんなさそうやな。お母さんだったら君の名に連れていくよ ね、間違いなくね。お父ちゃんに連れられていくかな、ゴジラね。はい、ちっちゃい子見てると思うんですけどね、どうだろう。うん、ちっちゃい子があれ見て大丈夫なのかなと思うんですけどね。大丈夫か。俺も見てたよな、ああいうのな、うん。大人はかっこいいと思ってくれたらいいんやけどね。あれ見てね、子供。ゴジラ怖い、すげえエグい、じゃなくてね。大人かっこよかったって思ってくれるような、だったらいいんだけどなって思うんですけどね。うん。はい。まあ、俺も子供だったら多分ゴジラの迫力に釘付けですよね、きっとね。俺はそんなしょうもない。声がちっちゃくなっちゃいましたけど、はい。という、ね、はい。で、現在大ヒット中のかな、シンゴジラでございますが、デーブ・スペクターがこんなことつぶやいてましたよ。夢のコラボ、君の名はシンゴジラ。はい。子供でも考えつくのダジャレですけれどもね、デーブ・スペクターさんが言うと、やっぱ一味違うというかね、重みが違いますよね。あの方のツイートの何でしょう、9割はダジャレらしい。ジョークが、アメリカンジョークがダジャレらしいんでね。そんなツイッターがいるんだというね。しかもデイブ・スペクターさんっていうね。はい。はい、という感じで。話を揉んでいきたいと思いますが、なのこちゃん。でも何の話かしましょうかねって思ったんですけどもね。どうしましょう。はい、どうしましょう、どうしましょう。ね、先週一通り、先週じゃ前回一通りね、話しましたもんね。ということはあるんですが、キャッチコピー、日本対、現実対虚構ね、日本対ゴジラということで、はい、そうですね、なんか、私もやっぱゴジラへ何も前も情報なく見に行って、はい、すごく良かったなと思ったんですけどもね、はい、まあ人によっては、そういう肯定的な意見ばっかりでもないでしょうか、ね、その辺も探りたいところなんです。はい、まあ、娯楽性はなかった、いわゆる子供受けするようなね、娯楽性はなかったというかね、いわゆる怪獣プロレス的な特撮ではなかったっていうね、はい、完璧になんかファーストゴジラみたいなね、はい、感じでしたけども。で、私もな、ゴジラが暴れるのを期待してた一人だったんですけども、まあ確かにそこは満足させつつも、どちらかというと、大人たちが頑張ってる姿が良かったなっていう感じですかね。はい。うん。そうですね。
何の話からいきましょう。意外と、あ、そうか、意外と女性に人気という、意外とでもないか、意外とでもないんですけど、こういうお話でも女性ついてくるんですねとか思ったんですけど、はい、なんか女性戦、上映会もいろんな形がありましてね、なんか女性専用の映像会があったそうです、ゴジラで、はい、シンゴジラ、はい、だからお客さん全員女性っていう、はい、そんな試みもあったってニュースで見ましたよ、はい、へえと思いましたけど、圧倒的におっちゃんが見るだろうと私は思ってたんですけどね、はい、意外と女性は人気がある、なぜかなぜかなぜか、もちろんイケメンだからですそれ以外の何もんでもないでしょうと思うんですが、はい、そうか、イケメンたちを楽しんでたのか彼女たちはっていうね、はい、それ言い過ぎかな、どうだろう、はい、でもまあ花田丸と一緒で、かっこいい男たち、若い男もかっこいいし、はい、年配のおっちゃんも、はい、色気があるしみたいなね、はい、そういう味わい方をする女性たちもいるんだなっていうのを最近分かってまいりましたんでね、そういう人たち向けになんか特別に貸し切りにしたんでしょうかね、女性だけのゴジラ、シンゴジラ上映会みたいな、はい、でゲストで市川さんっていう小頭ひろみ役の方が、はい、うん、出てきてはったそうですが、はい、上映会のねゲストで、で質問たくさんいただいてみたいなことで、はい、なんですよね、なるほどっていうね、男性だけの上映会みたいなもしやったら間違いなくね、カヨコアンパータースン、パタースンかの、人だと、石原さとみさんかだと思うんですけれど、間違いなく、はい、やっぱ女性の会だったら小頭さんなんですねっていうね、はい、うん、はい、あと人もそうだと、ハイリさん、キリね、掃除のおばちゃん役の異彩を放っていた人とかも出てた、あ、そうか、全部女性っていうつながりでゲストの当番が女性だったのかな、はい、という、はい、でそれを言いますと絶叫可能上映会というのもありましてね、はい、すごいですね、そんな今時そんな楽しみ方をするんですねってね、映画一つとってもね、はい、コスプレ OK みたいな、サイリウム OK みたいな上映会なんです、貸し切りなので、はい、で叫んでいいよみたいな、はい、らしいです、はい、だから思いっきりこうファンが、まあどんちゃん騒ぎで見る映画って面白いですね、それはそれでね、私もゴジラを映画館で見てまして、血が騒いできたんですよ、どんどん分かるぐらい興奮してきたんでね、はい、すごいもんだなと思うんですけど、まあ、映画館なので静かにしてなきゃいけないじゃないですか、はい、コンコンと、はい、なんか、はい、コンコン、はい、思わず前の座席を蹴ってしまいそうに なっちゃうんですね、そうすると映画の人に注意されますね、前の座席を蹴ってはいけません、ノーキッキンみたいな、はい、ありますので、じっと我慢して見てるわけですが、はい、だからああいう絶叫上映会だったらいいんでしょうね、きっとね、はい、まあ蹴りはしませんけど、こう、なんていうんですか、上がってきたらそれをこうガーッと吐き出していいんかなってね、なんか寂しいねと、はい、あ、そうですか、はい、あ、この放送のことかな、うん、あ、そう思ったらまあ少しまあ寄っていきなさいよ、はい、まあまあそんなことがありまして、はい、どうしようかな、うん、まあ今ゴジラのお話をしておりますが、はい、どうしようかな、まあ見てはる人が来てくれたらね一番いいのかもしれませんが、まあまあ、はい、で、そうですね、あと前回見た時に分からなかった、携帯別の、はい、ゴジラ進化するというね、はい、謎がありましたけれど、はい、これも映画見てる時には気づかなかったんですが、私ね、はい、ゴジラはゴジラだろうってね、生まれた時からと思ってたんです、まさか進化をしているとはっていうね、はい、後になって、みんなの、なんやら投稿やらを見て知ったんですけどもね、はい、第一形態は魚、はい、ですかね、で映画には登場しないんですかね、海の中なので最初に海で登場したやつが、はい、第一形態 で第二形態が陸に上がって、ギア気持ち悪いと思ったやつですね、はい、両生類ですね、これゴジラみたいな思いましたけどね、こんなデザインでええのみたいなね、
思ってたらそのうちに2本足で立つようになって、はい、気持ち悪かった顔がなんかだんだん整ってきて、なんとなくあの見覚えのあるあのゴジラに、はい、爬虫類の王者みたいな感じになってきてね、はい、という、はい、ゴジラってなんでゴジラって言うんですかと、あ、コメントありがとうございます。知りません詳しい方はお願いします、教えてください。はい、映画の中ではなんかゴジラって言ってましたよ説明してましたよ。神様のゴッドってかけて、で何でしたっけ、日本のどこかの地方の島とかの地方に伝わる神様の名前を取ってゴジラと命名したっていう風になってました。映画の中の話です。はいはい、それ以上の情報があったらぜひお願いいたします、ありがとうございます。はい、で多分私が進化するゴジラっていうのを気づかなかったのはポケモンをしないからかなっていうね、ゲームをしないからかもしれませんと気づきました。なぜならば今時の子供たちはみんな知ってるんですよね、きっとその進化していくみたいなのが割とインプットされてるので、ポケモンにしても、ぐらいしか思いつかないんですけども、はい、かなと思います、その差かなと思ったんですけどね。だからあ、あれは進化して成長してるなみたいなのがすぐ分かったんでしょうね、きっとね。はい、私は古い人間なんで着ぐるみは一体しかないというはい、はい、着ぐるみのスーツ一体しかないというのが時代の特撮を見てきた人なんでね、はい、そんな進化するなんてそんな合成なことはできません。はい、今回のシンゴジラはなんかフル CG らしいんでね、はい、もう進化も思いのままでしょう。はい、そうなると第5形態というか噂になっておりました、はい、あの映画の最後は何なんでしょうかね。はい、あれね、最後に衝撃の最後の最後の衝撃のちょっとかなりグロテスクなねカットがありましたが、あれは何だっていうことで、はい、話題になってました。私もゾッとしましたけどね、最後見てね、はい、怖かったです。あれに対して謎解き的なものがいっぱい上がってましたね、いろんなところで、はい、こんな説は私はあったんでこれを信じますみたいなね、いろいろありました。はい、こうやって盛り上がる感じで何か思い出したんですよ、私。あ、これはエヴァンゲリオンの最終回と同じ状況じゃないかというね、あの謎は何だったってことで、なんかいろんな掲示板でね、今掲示板ってありませんけれども、はい、そうそう、エヴァンゲリオンと私本放送見てた人間なんですけど、あの時もエンディングの謎っていうのね、有名な最終回ね、ちょっとエヴァの話に行きましょうか。はい、私は見てたんですけれども、あの時もあの謎な最終回は何なのかってことでだいぶ話題というか議論になりましてね、はい、そういう意味では仕掛けてたんですかね、やっぱりね、今回もはい、当時ようやくねインターネットが普及してきた時代なんです、1996年なんで。なので私も多分そういう BBS っていうね掲示板ってですね、今もう廃れてないのかなるのかな分かんないですけど、そういうのであの謎についてとか、はい、みんな書き込みをしてるのを一生懸命読んだりしてた記憶がございまして、まああと聞いた話ではあの最終回なんだってことで随分叩く批判する投稿が多かったという話ですけどもね、はい、まあ、今回はそういう風にならなくてよかったですけれども、はい、まあ、そういう意味ではやっぱ仕掛けたんですかね、最後はね、謎を残すっていうね、はい、ちなみに、以前エヴァンゲリオンのお話をした時がございまして、特集した時がありました、90年代エヴァ現象という、この時に、エヴァンゲリオンと、ナディアから始まって、はい、あ、トップを狙いから始まって、ナディア、それからエヴァンゲリオン、そして彼氏彼女の事情まで、90年代の駆け抜けた庵野監督の連続作品をアニメに関してだけ限定ですけど追いかけたことがございまして、はい、今日はその続きでもありますね、はい、でもまあゴジラに戻りましょうか、はい、というわけでエンディング説いろいろありますけど、皆さんなんか知ってますかっていうね、はい、まあ、自分で発見して考えるのが楽しいんでしょうけどね、つい答えを見ちゃうんですね、私もったいないことした。あ、
最初、そうだな、最初なんて思ったんだろう。まあ人間がみたいな、なんであんなところにみたいな感じですかね。もうネタバレしてもいいですよね。だいたい見てますよ皆さんね。だいたい2回か3回見てますよね。どうだろう。まだこれからって人もいるかな。ちょっとネタバレは多少ありますのでお気をつけください。はい、うん、まあやっぱ人間がねビシッとおりましたけれども、はい、っていう感じでね、はい、まあいろんな説がありましたけどね、うん、どうしましょうかね。うん、まああれは第五形態だっていう、第五形態は人間だっていうね説が結構有力なのかもしれないですね。あるいはなんかゴジラは、今までこう、何でしょう、捕食してきたみたいなね、人間をとか、そんな説があったりとか、はい、あとあれは戦争で犠牲になった人たちの塊がゴジラ説みたいなのもあるみたいで、はい、だから人間の近くに寄った人間の形をして怨念の塊みたいな説があったりとか、ネットだからなんかもういろんな怖いお話もいっぱいありましたけどもね、はい、実際のところはまあわからないので見る人に委ねられてるんだろうと思うんですけどね、はい、うん、一応パンフレットとかを買うと、設定は書いてあるんですかね、はい、巨大生物、放射能廃棄物を食べてエネルギー源とする生物だと思われていたが終盤でまた変わると、はい、あ、巨大なオタマジャクシのような第一形態、ラブカのような、頭をしており上陸した両生類のような第二形態、二足歩行を始めた第三形態、巨大化して顔つきが変わった第四形態があると。第4形態の尾っぽの先には顔のようなものや、歯や骨のようなものが形成されていて、ほぼ哺乳類あるいは人間を模しているのではないかと。というわけでゴジラの進化を続けるのではないかというようなことですよね、はい、が定説かなと思ったりするのですが、でもなんか謎解いちゃうとなんかもったいないですよね。なんかカンニングペーパーみたいでもったいない気がするんです。はい、まあ、前回見ただけで何も深掘りしなかったんで、その辺を今日はフォローしていっていこうかなと思ってるのですが、そうですね、ゴジラね、完全生物なんだそうです。一応今回の設定はというか、今回だけじゃなくて、歴代のゴジラシリーズでもなんかいろんなゴジラがあって設定は受け継がれていってるらしいんですけども、はい、で私は昔の旧作のゴジラを知りませんので、はい、何とも言えないんですが、あれなんですけども、そのずっと歴代のゴジラを見てきてるコアなファンの人みたいな、ね、方のブログなんかを読みますと、はい、なんかあまりにも思い入れが熱くてね、はい、もうすごいなと思うんですけど、読むだけでもね。で今回はそういう、昔からのファンを十分納得させつつみたいな、はい、昔の東宝の特撮シリーズをこう好きだった人も納得させつつ、はい、で私なんかはもう少し庵野さんと同世代ぐらいの、一緒に歩んできたような、90年代に、ね、青春過ごした、世代など、そういったなんて言うんでしょうか、まあ、オタコ世代でいいですかね、はい、もう納得させつつ、特撮ファンも納得させつつ、映画会社も納得させつつ、何でしたっけね、一般のファンも納得させつつみたいな、いろんな層を文句言わせないぐらいのクオリティだったのがすごいみたいなことらしいんですけどもね。それこそまさにシンゴジラだって。はい。なるほどね。すごく説得力ありましたけどね。はい。なんかちょっと変なものを作るとコアなファンは怒りますからね。はい。なんかそういう意味ではすごくすごい映画だったんだなっていうふうな気がいたしました。シンゴジラは、新、新しいの新、新事実の真、神などの真などの意味が含まれていると、はい、そこに、新エヴァンゲリオンの真も加えておきたいと思いますが、はい、ですね、はい、音楽ね、あと音楽ですが、庵野さんが監督を務めたナディア・エヴァンゲリオンで、音楽を担当した鷲津志郎さん、前回が
今回も担当しておりまして、実際エヴァンゲリオンの曲が作られてましたというね、はい、笑いましたけどね、完全にエルフじゃないかというね、はい、思いっきりそのまま使うんですね、はい、こういうのありなんですねっていうのをびっくりしました。いくら自分の作品でもね、なんか私的にはこう作品ごとにちゃんとこうテーマ曲を作ってね、はい、っていうやっていくのが当たり前だと今まで思っていたので、こういうなんですかね、過去の他の作品の BGM をそのまんま使うっていうのは初めてに近いかなっていうぐらいちょっとびっくりしたんですけどね。でも意外と安野さんそういうことやってるんですねっていう、はい、なんですよ、はい、エンディングでも、なんか懐かしい感じのマーチがね、映画のエンディングにいっぱい流れてきてましたが、あの辺は、伊福部明さんというゴジラの音楽を担当した、はい、方のいろんな特撮作品の BGM だったそうです、はい、なるほど、はい、で、かつなんかマニアファンの方が絶賛してたのが、最後のゴジラの最後の決戦、はい、冷凍させる、はい、一気作戦ですが、はい、冷凍させる作戦の時のあの時最後の最後の土壇場でかかった BGM っていうのが、神曲らしくて、はい、東方のそういう、特撮映画、はい、の、なんかもうこれぞという、はい、人気作品があって、まあ、宇宙人侵略者に対して地球人がこう力を合わせて立ち向かうみたいな、なんかそういう名作が映画があるんですが、その時の BGM をそのまま使ってるっていうことなんで、まさにこうあれですね、過去の作品にリスペクトしてっていう姿勢がすごく出てるんだなという、こういうところでやってるんだなっていうね。だから昔のそういう特撮ファンはそういうところでもう大満足しちゃうんですよね、きっとね。というかよくわかってるなみたいなことなんでしょうね、うん、なぜね、監督自体がもうものすごい濃いそういう過去作品のファンですからね、きっと、はい、という感じですかね、はい。あとはまあ出演者とかなんかいろいろありますけれども、はい、ゴジラのモーションキャプチャーを担当したのは狂言師の野村萬斎さんというね、はい、ことでした。結構主演俳優さんはね、竹野内豊さんとかだって私もわかりますし、はい、石原さとみさとみさんは唇がプリプリしてるんです。前回言ってはった人は確かに書いてみてわかりました、プリプリしてました、はい、というね、はい、確かに一流どころの、はい、若いねスタッフも揃えつつ、おっさんもかっこいいところ揃えつつ、はい、で意外と人気があるのが小頭ひろみさんっていうね、はい、いわゆるオタジョというふうに言われておりましたけれども、理系の、はい、理系の、はい、あまり化粧気のない感じの女性がひょっと出てきましたけれども、あの子がすごく人気がありまして、ね、ネット上で人気がありまして、はい、似顔絵がいっぱい上がってるんですね、似顔絵が。はい。すごいですね。いろんな漫画作品に、何でしたっけ、大御所、漫画家さんが小頭ひろみを描いたらみたいなバリエーションが無限に上がってまして、見てて面白いですけど、いちいち受けますけどもね、少女漫画風あり、はい、藤子不二雄さん風がなんか本人は気に入ってるみたいな感じらしいんですけども、はい、なんか、いろんな小頭ひろみの課されたキャラがいっぱいネット上に上がってましてね、なんか不思議なところで不思議な盛り上がり方をしてるなと思って見てたんですが、はい、私もこれでちょっと参加してね、ぜひ鴨川つばめ先生風の小頭ひろみをと思ってたんですけれども、はい、結局書けずで今日に来てしまいました。本当は書きたかったんですけれどもね、はい、私がやるとしたらやっぱりあの先生をプッシュしなければいけないでしょうと思ったんですがね、はい、こんな感じかな。あと細かいところですけれども、防衛庁長官も女性でしたよねっていうことで、あれもちょっとなんか最初ちょっと違和感があったんですけどもね、うん、そういう大体そういう、防衛庁かとか自衛隊とかのね、まあ一人こわもてっぽい人もいましたけれども、はい、
を自衛隊をまあ動かしている人が女性だったっていうのがちょっと意外でしたけど、はい、意図的かなとか思ってたんですけど、どうやら現東京都知事が、前の防衛庁長官だったので、はい、あの方ですね、はい、ということらしいです。でなんかクレジットも載ってるんですよね、ゴジラで。そのシンゴジラを撮影するとき段階で防衛省と自衛隊に、協力を依頼していたので、はい、ということで、なんかその時のその防衛庁の、まあ代表だったということなのかな。それで現都知事のあの女性が、はい、モデルなんじゃないかなということらしいですよ。はい、うん、うまあそんな感じですかねという、うん、あとはなんかネットでね、はい、ものすごく上がっておりますが、はい、そうですね、やっぱ先週話したのであまり広げられないかな、これ以上はね、はい、まあ、どうしてもいろんな厄災と重なって見えるねっていうことでね、はい、例えば、まあ災害だったりね、地震、はい、台風、原子力、特に原子力とかかな、はい、の化身とかそういったものの、比喩例えでもあるゴジラという存在ですが、はい、それと共存していくというテーマですかね、はい、がなんか、まあまあそういう、まあこれもまた人の受け売りなんですけれども、はい、そういう映画なんだなというかね。でそれはなんかファーストガメラって言うんですか、あ、ガメラちゃんはファーストゴジラって言うんですかね、なんか初代ゴジラから受け継がれてるんだそうです。うん、なんか初代ゴジラも見るべきなんでしょうけどね、はい、初代ゴジラもそういう原爆ですよね、原子力爆弾の化身だったのかな、確かちゃんと見てないんであれなんですけど、まあ最初生まれた時からそういう、はい、社会問題みたいなのを割と、はい、あ、ちゃうわ、水爆実験か、ごめんなさい、水爆実験でしたっけね、初代ゴジラってアメリカの、それで、怪獣が、はい、変化したみたいな、そんな設定でしたよね、はい、というわけでそういう原子力問題みたいなね背負って生まれた、はい、ゴジラが原爆を体験した日本に現れてみたいな、はい、割と東方のこういった怪獣シリーズってそういう重いシリアスなテーマを持っていたり、はい、するそうで、はい、ゴジラ以外にもあるんですね、そういうのは。はい。一方でなんか子供が大好きな子供受けするプロレス怪獣もやったりするそうですし、シェーまでやってましたかね、ゴジラはね。はい。そんな見た覚えがありますが。はい。で、まあ今回はその初代の初心に戻って、はい。そういう、日本というテーマになんかがっつり、はい。突っ込んだ、はい。ゴジラなのかなという、はい、ところで私も腑に落ちましたけれども、はい、で最後共存するというね、はい、ゴジラを冷凍させて、まあ、倒すことができないというね、神だから、神なので静まるしかないというね、これも日本の神様感とよく一致してるよという話なんですけど、はい、こう、ね、日本の神様って、いわゆる日本の神様っていうのは仏様とか、はい、宗教の神様とちょっと違いまして、うん、まあ、大自然そのものだったりするんですよね、日本の元々の神様ってね。なので火山の噴火とか、はい、まあ、災害とか起きた時に人間の力ではどうにもならないので、人知を超えた、はい、存在なので、ただただ収まってもらうのを待つしかなかったというね、なんかそういうのが日本の神様感なんだそうですが、なんか恐れ立て祭るというね、はい、なんか火山山のふもとには必ずその山が噴火しないようにこう神様を鎮めるために神社が建てられていたという話ですかね、古代は。はい、そういうもんらしいです。なのでそのいうゴジラっていうのはやっぱりゴッドなんですかね、神様という、日本の神様感をちょっと、はい、イメージもからも作られているしみたいな、やっぱり現代的なそういう震災だったり、まあ原子力発電所みたいなね、そういう、はい、
現代の社会問題的なものもテーマも含まれていると、あまりにも含まれすぎて詰め込みすぎだろうというね、そんな話もありますけれども、はい、うん、でもこうゴジラは倒されなくてしかも残ってるというね、なんかあのまま東京に凍らせて置き去りらしいですね、はい、話によると、はい、スタンドアローンでずっと、はい、もう 処分もできないのでどうするんでしょうね、あのまま観光名所になるんですかね、はい、静まっていてくれればいいんですけど、火山みたいにね、いつまた暴れ出すかわからないみたいな、うん、あの後を考えるとゾッとしますけどね、でもこう日本はゴジラと共生していかなければいけないみたいないうテーマなんです、もう含まれてるっていう、はい、分析がありまして、なるほどなと思いましたけどね、これはまあいろんなものに置き換えられますよね、そういう、はい、原子力だったりね、はい、なんか日米安保問題ってちょっと絡んでたみたいな話がありましたからね、はい、そんな感じで、はい、次が見たい、一回見て私もどうしても見に来たくなりました、はい、二回目もね、うん、見たいなと思うんですけれども、同じのを二回見るよりはなんかね、初代ゴジラ見た方がいいかなみたいな、はい、とか思ったりしたんですが、はい、で初代ゴジラを見る代わりに、こちらですかね、まあ、この辺の派生作品を見ました今回は、はい、でこちらのお話に移っていきましょうかね、まあ、エヴァもそうですけれども、はい、どうしようか、これかな、はい、さて、たまたまこのアンノさんフィーバーで彼氏彼女の事情っていうのは、はい、このフォーマットで、フォーマットちゃうわ、はい、このプラットフォームで一気放送してたんで、見出したら大変だからな、やめとこうかなと思いながら、つい全部見てしまって、ね、はい、最近そんなことがありました、はい、今さら90年代のアニメ見てもらって、懐かしいしね、はい、見てみました、カレカノです、有名で知ってる方いますか、彼氏彼女の事情を略して彼かのだがしかーしっていうなんか名セリフがあるそうですが、はい、つかこっからこっからだったのかなっていうね、なんか、オープニングエンジャーは、なんかそういう叫ぶんですね、はい、だいたい1997年とかの作品かな、テレビ普通にテレビで放映されていた少女漫画原作のアニメでございますが、エヴァンゲリオンを放送した直後に、これかな、庵野監督が、はい、エヴァンゲリオンが、すごい、すごい最終回をやった直後にぐらいにまた依頼をするというそれもすごいなと思います。なんか多分まだエヴァがブームになる前じゃないですかね、どうだったかな、エヴァがブームになってからじゃなかった、どうだったかな、エヴァンゲリオンもやっぱり再放送になってからブーム再燃型だったと思うんで、カレカノをやってる時はそんな社会現象とかにはまだなってなかったと思いますよ、まあなんか一部のアニメファンはすげえって盛り上がってたんだと思うんですけど、はい、私みたいなね、はい、なんですけど、なんかそんな中で作られた次期作でガイナックス制作ですね、はい、でなぜ少女漫画みたいな最初思いましたけどね、みたいな、ここから、はい、って言いますのは、その最初がトップを狙いでしょ、アンナさんのキャリアで言いますと、バリバリ SF オタクアニメ、はい、名作ですけどね、超名作だと思いますが、はい、トップを狙いから始まって、で NHK で不思議の海のナディアという、これも SF、作品ですね、でエヴァンゲリオンでなんか新境地を開いたハード SF みたいなね、ずっとそれで来てまして、ここに来て、はい、いきなり学園ものの、はい、しかも少女漫画というね、これはかなり当時びっくりしました、はい、でも私は見てましたね、エヴァンゲリオンの本放送がすごい衝撃だったので見てたと思います、はい、
この頃あんまりアニメ見てなかったんですね、私ね。はい、だったんですが、なんかエヴァンゲリオンをたまたまテレビで見て衝撃を受けまして、はい、でその流れで見てました。でなければ多分私少女漫画とかまず縁がなかったんでね、それまでね。はい、なので見たには見たんですが、あんまり覚えてなかったんですよ。はい、あんまり覚えてなかったんですが、覚えてないと思ってたんですが、今回一気で見ましたら結構覚えてましたね、細かいところは、というのはありますね。はい、結構面白い回は何回も見てたんだなってね、当時ビデオですからね。はい、多分ビデオで何回も見てたんだろうなっていうのをちょっと思い出しましたけどね。はい、神回と言われるところはね、はい、ワンクールで終わったらしいんですけどね。はい、しかも、前半と後半で著しくクオリティが違うという、はい、エヴァ以上にやばい、はい、あれなんですけれども、はい、一つ面白いところで、なんか BGM がめっちゃ聞いたことあるんやけど、これは何だっていうのがありまして、はい、すごく聞いたことある BGM がかかるんですが、明らかに少女漫画と関係ない BGM かかるんですね。なんかなと思ったら翔太郎マーチだったよね。はい、翔太郎マーチと言いますと、鉄人28号という、はい、鉄人28号の翔太郎くんの、はい、テーマ曲をなぜ少女漫画の、オープニングでかかるんだというね、はい、うん、これは今考えても理由がわからないんですけれども、うん、全然関係ないですね、本編と。なぜ翔太郎みたいな、はい、なんですけど、はい、でもあれですね、こんな頃からの他作品のリスペクト BGM 仕様っていうのやってたんだなっていうの発見でしたね。はい、ね、昔の作品の有名な BGM を使うっていう、はい、そのまま使う、引用するみたいな、やってたんですね、すでにって思いました。はい、で一つですかね。はい、あとなんかウルトラマン BGM みたいなのも出てきたりしました。なんかパロディがいっぱいなんですよね。はい、セルフパロディもいっぱいで、はい、エヴァンゲリオンネタなんかもいっぱい出てくるんです。はい、この主人公の、はい、女の子は仮面優等生みたいなお話で、で彼氏も超イケメンの、今風に言うと超イケメン男子なんですけれども、彼もなんかいろんな闇を抱えててっていう、非常に90年代的な、というか なんていうかこう特殊な作品なんですかね。どうだろう、あんまり少女漫画見ないんでわからないんですけど、王道なのかな。ちょっとでも当時は結構面食らった気がします。お、回答がありがとうございます、ありがとうございます。これゴジラですね。ゴジラってなんでゴジラって言うんですかと。はい、おお、答えはゴリラとクジラのミックスなんですか。おお、なるほど、なんて安直な、怒られそうです、怒られそうです。はい、でも60年代ですからね、1960年代ですからね。はい、まあね、でもそれをもじって、じゃあ実はゴッドなんだよみたいなね、うまいことを後付けですごいうまいことやりましたね。はい、多分ゴリラ力持ちみたいなね、クジラでかいみたいなことなんでしょうね。はい、うん、そういえばこれもなんかこぼれ話で聞いたんですけど、ゴジラの咆哮、有名な鳴き声ね、あれってなんか赤ちゃんの声を思いっきり低倍速かな、思いっきりゆっくり流してるみたいな、はい、お話なんで、やったことないですけど、あれはもしかしてゴジラの鳴き声を元の尺に戻したら赤ちゃんの鳴き声になってるのかもしれないですね。はい、そんな話を聞いたことがございます。はい、おぎゃーおーですね。はい、確かに赤ちゃんっぽいなと言われてみると、はい、はい、というわけで、何のお話でしたっけね、カレカのね。はい、というわけで、なんかエヴァパロがいっぱい出てくるっていうのがちょっと衝撃でしたけれどもね。はい、あ、この主人公の女の子が完全にビーストモードになったりとかなんですけどね、ここ怒り浸透してね、完全に初号機になるというね、女の子のみたいな、はい、まあ、ギャグです、ギャグ漫画ですね、完全に。はい、と思ったら結構シリアスな
シリアスな、にこう内面人の内面をこう深く掘り下げていくみたいなエヴァンゲリオン的なアプローチもあったりして、はい、ヘビーですね。なんかそういう精神性を深めていくみたいなのがなんか90年代っぽいなとちょっと思ったりしたんですけどね。はい、その辺はエヴァンゲリオンとよく似てるんですが、でもコメントを見てる限りでは、原作そのまんまってなってたんで、原作がそもそもそういう漫画なんですかね。はい、なんか少女漫画って結構そういう人の悩みを深めていくみたいなのはあったんですかね、きっとね。はい、でそれに庵野さんが惹かれていったということなのかなという、はい、だからエヴァンゲリオンも、最初は痛快 SF アクション、痛快じゃないか、特撮 SF ものだったじゃないですか、おそらくね、おそらく、はい、カタルシスの、はい、もう特撮とロボットアニメを見てきた、僕らのような人間にとってはもう、はい、やってくれたぜみたいな、はい、だったものですが、後半に行くほどこうどんどんおかしなことになってきてね、はい、あれっていう、要するにこう我々が求めていたカタルシスと言いますかね、はい、最後にドカーンってやってほしいみたいなのを思いっきりこう、はい、私のこと好き、ね、下げられてね、やってくれなかった、ちゃぶ台をひっくり返した人も多かった、誰かが途中で、うちをやめちゃった。さあ、やめられたら女は分かりますよ。まあ、分かりやすいなと思います。はい。おっと、みたいなことがありまして。はい。でもまあ、なんか、エヴァのエンディングって、むしろこちらに近づいていってたんだろうなっていうね。なんか、ご本人の興味が、そういう今までの特撮的なカタルシスじゃなくて、何かもっとこう内面的なものに、興味がいってたんだろうなっていう、この時代はねっていうのをちょっと思いましたけどね。はい、うん、なんかこの男の子の、生まれと育ちの、はい、から来る闇の深さみたいなことを語られるんですが、はい、原作はもっと暗いとか言ってましたからね。だからアニメ版はかなりギャグを混ぜてるので、庵野さんが、はい、とか、ガイナックススタッフがだいぶ、ギャグを混ぜてるので、逆にバランスがいいのかもしれないですね。とか、はい。とかね、はい。あ、外、あと、ニコニコで見たんでね、コメントが、エヴァンゲリオンのネタシーンが出てきたところでみんなシンゴジラって言ってました。世代を感じましたけどね。そうか、エヴァ知らねえよな、とかね。だよね、今の若い子はね、知らないかもしれないね、とか思って。うん。あれはシンゴジラに見えるんだな、みたいな。エヴァじゃなくてって。はい。ちょっと思いましたけども。そんな、カルチャーギャップをね。はい。話自体は結構面白かったですよ。あまり私、少女漫画を見ない人なので。はい。あ、こういうのはいいだな、と思って。はい。全部見てたんですが、途中で話が終わっちゃいまして。はい。で、あらぬ方向へ行くというね。はい。エヴァンゲリオン以上にあらぬ方向に行っておりましたけども。これは触れておきたい。劇名ションという。はい。みんなが劇名ションって言ってたから、何のことかなと思ったんですけどね。そんな回があるんですけど。はい。何かと言いますと、アニメなんですけど、こう、なんかこう、手書きの、はい、例えば漫画とかイラスト風にね、書いて、普通のアニメだったらね、セル画に書いて動かすんですけれども、そうじゃなくて、こう、紙に、例えばキャラクターを書いて、その紙をこうってカメラの前で動かして演技をするとか、そういう、はい。簡単に言うとなんかそんな感じで全部やってしまったという回があるんですけど、はい。これはさすがにインパクトがありましたね。私も覚えてました。何これっていう。普通に、平日に、普通に、夕方に放送されてたんですよ。で、突然そんなんが始まって、何これっていう、エヴァンゲリオン以来の衝撃でしたね。はい。やっぱこういうこと仕掛けてくるんですね、この方ね、っていうのを思い出しました。そうか、だからハマったんだな、っていうね。はい。で、劇名ションっていうのは、なんか、めったにないそうですが、作品が。で、一番有名なところで、妖怪伝猫目小僧という、梅津和夫さん原作の、はい、猫目小僧というのがありまして、これ前ちょっとお話ね、聞いたことありますね。はい。これのことだったんですね、というわけで。はい。
劇、そういう独特の手法があって、これで作られた作品はすごく少ないということなんですが、はい、唯一その、ね、妖怪伝猫目小僧というのがあるそうですが、ちょっと見てみたんですが、かなり独特の恐ろしさがありましたね。まあ作品が、梅津和夫先生の怖い話だからなのかもしれませんが、それでもその手法によく合ってましたね。はい、カレカノの場合は全然怖くなくて、むしろコミカルでおかしかったですけどもね。はい、まだまだ差が好きですか、顔だけコマ撮りにしてバタ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 こうやって、夢の中へ、夢の中へ、うまく説明できません。そうですね、あと触れておくべきところは、ファイヤーシスターズのレースから妹二人のナレーションですね、実写ですね。はい、エンディングが実写だったりとか、はい、次回予告が声優さんが出てきて、声優さんが次回予告をするみたいなね、顔出しで、はい、これも当時も珍しかったし、あんまりない例なんだそうですが、こういうことをやってたんですね。はい、声優さん顔出しすることってほとんどないですもんね。私もこれぐらいしか知らないですね。あんま詳しくないですけれども、はい、ね、イベントとかじゃなくて作品でね、顔出しっていうのがなくて、はい、でちょうどこの後、アンナさんは、何でしたっけ、映画を作るんですが、実写版の映画ですね、アニメじゃなくて、です、何でしたっけ、村上龍原作の、何だっけな、ポップ、っていうのがありまして、まあ、女子高生を描いた映画を作るんですね。はい、でこれでも確か予告編を、私これなんかこの時ハマってたんで劇場に見に行った記憶があるんですけども、なんか予告編かオープニングかで、あの有名な声優さんが俳優として出てきてみたいなんだったような気がします。はい、なのでなんかこの頃もいろいろ飛ばしてたんですねっていうのをちょっと思い出しながら、はい、懐かしく見ておりました。彼氏彼女の事情です。ありがとうございます。ラブ&ポップです。そうですそうです、出てこなかった、控えてなかった。はい、あれですね、あの女子高生を描いてると言いますか、援助交際っていう90年代的なテーマですね、あれね。はい、うん、そういえばカレカノのあのユキノンもなんとなく小ギャロっぽいですよね書いて思ったんですけど、あ、こんなんやったらこの時代の学生女子高生なみたいな、さすがにルーズは履いてないけどね。はい、でもそんな時代のお話ですよ。はい、細かい作品の話もしだすとちょっとキリがないんでやめておきますが、でも面白かったです。はい、キャラクターも立ってたしね、演出もね、漫画してましたし、はい、という、はい、ありがとうございます。コメント誰も聞いてないと思ってました助かりました。はい、というわけで、まあやっぱりなんか作品と時代でなんか深まるものもあるなっていう感じなんですが、はい、で、あれですね、これはみんなが思ってたことですねっていうのが一つありました、ネットで。はい、アンの次は新ウルトラマンだっていうね、ああね、という、はい、もう次はウルトラマンだろうというね、その前にエヴァをやれたんですよね、でも、あるっていうかね、つぶれ屋さんがあったりしたら、あれだけウルトラマンが好きでね、実写版まで撮ってますからね。はい、新ウルトラマン、新ウルトラマンを監督して、その次は新、太陽戦隊サンバルカンというどうでしょうか。はい、ああサンバルカンで思い出しましたけど、あのサンバルカンの替え歌があのずっと頭の中で離れないと思います、はい、あれですね、愛国戦隊大日本ですね。はい、ちょっと話がそれるんでやめておきますが、はい、でも新ウルトラマンってありじゃないですかまだ言ってみる。はい、まあ、その前に、エヴァに行ってほしいんですけどね。でも、あ、そうそう、前もありましたけども、エヴァンゲリオンで、ん、次を作れるかどうか瀬戸際なんですよね。だから今回でだいぶ復活して、このまま勢いで保ってくれればいいんですけどみたいなね、なんかちょっと鬱になったみたいなお話もありますので、ちょっと心配なところですが、はい、うん、というわけで、おっとっとっと、新5時の話はいいですか、こんなんでいいですか。今日はあまり一人で喋っちゃいましたけれどもね、
多分もう一回ぐらいやりますよ。なぜならば私来週、発声上映会に行くことになったので。おう、はい、行けます、行けるわ。なんか全国一斉でやるんですって今度は。はい、ね、前は東京限定だったんですけどね、例のあの人は、誰だ、漫画家の青い炎ゆずるくんが、はい、炎ゆずるくんがなんかあんな俺より面白い映画を作るなみたいな作品を作るなみたいな言ってて盛り上げてはったやつですよね。なんかあれが好評だったのか分かりませんけど、今度は全国展開で、はい、発声上映会をやるみたいなことなんで、これは腰の重い私もさすがに腰を上げまして島本和彦先生、なんかありがとうございます。名前が出てこなくて、はい、ね、今回もなんかやってくれそうですけどね。なんか中継するって言ってましたかね、東京の発声上映会です、島本先生と。ひょっとしたらまた庵野さんもね、シークレットゲストで前回出てきたらしいですけど、出てきてなんか脅かしたって言ってましたけどもね。はい、同級生をね、また同級生をという話がありました。今回はどうなるのかなっていうか、はいね、ちょっと生で体験できるっていうのはこれはこの番組のネタ的にもいいじゃないかということで、はい、ちょっと確保できましたので、はい、また行ってきて報告したいと思いますね、来週。はい、さてさて、で、このシンゴジラで、ゴジラさんを何でしょう、ゴジラを、発見した博士みたいなんですよね。で、謎の失踪をするというね、春と修羅の文庫本と何でしたっけ、折り鶴を残して、ね、失踪する、科学者がいるんですね。はい、でその方の写真だけの登場なんですけれども、その役をやられている方があれ誰なんでしょうね、みんな話題になってたんですけどって言ったらね、教えてもらいました。あれは映画監督だよっていうね、庵野さんが尊敬する映画監督だよっていうの情報を得ましたので、はい、私はそれを見ようと思いましてね、お休みの間に見てみました。はい、というお話でございます。庵野さんが大変、影響を受けている、はい、岡本喜八監督というね、はい、いらっしゃいまして、はい、いわゆる60年代ぐらいに活躍した邦画の日本の映画監督ですねというぐらいにしかなかなか説明は難しいです。はい、これが有名なのかな、一番どうなんだ。なんかブルークリスマスとかあって、でかなり庵野さんがお気に入りでいっぱい引用してるらしくて、はい、一番有名なので何だったっけ、沖縄戦を描いた、はい、沖縄海戦かなを描いた映画があって、今回それ見てないんですけども、沖縄戦を描いた岡本喜八先生の映画がもうとにかく大好きでいっぱい引用してると、何でしたっけ、トップを狙いで有名なセリフがあるんですよね、なんか海を艦隊が埋め尽くしているので見えませんみたいなのでしたっけ、なんかそういう類のセリフはこの映画から撮ってるみたいなのがあったり、はい、というわけでなんか、尊敬してやまない岡本喜八監督って、あ、これは庵野さんの作品を理解するにはぜひ見ておくべきだろうと思ったんで、今回は映画を2回目行かずにこっちを見ました。はい、ちょっと見るのに勇気がいったんで、ね、結構ヘビーなお話っぽかったんで、はい、でまあ結構理解が深まりましたね、いろんな意味で。はい、一番わかりやすいところで言うと、庵野作品でよく出てくるテロップですよね。はい、官房長長官何々とかここにこう出てくるやつですね。はい、シンゴジラでも登場人物がいっぱい出てくるんで、こう誰々誰々ってね、肩書きとか説明書きがこう出てきたりとか、何時明朝何時何分どこそこみたいなね、解説が出てくるっていうねありますけど、あれはこう岡本喜八さんの映画のオマージュなんだっていう話を聞いておりまして、はい、この日本の一番長い日がね、まあこれ先週の放送でこの紹介してもらってますからね、確か、はい、これだよみたいなんで、はい、で確かに出てきましたけど、あれは確かにこの史実ものなので、はい、昭和20年8月15日の実録、はい、史実に基づいた映画なので、でたくさん登場人物が出てくるので、は
はい、こうその都度こう説明が入るっていうことだったんで、はい、むしろ自然でしたけれどもね、はい、これをあのシン・ゴジでは、はい、使っていると。あとモノクロが美しいですね。この方の活躍した時代はモノクロなので、やっぱりモノクロ映画は僕はね美しいと思うんですけれども、はい、でトップを狙いも最後モノクロの場面があるんですね。オリジナルビデオアニメにもかかわらずっていう、はい、最後ねモノク、白黒のシーンがあるんですけど、これもやっぱりここから来てるみたいなことらしくて、その対談があったんですよ。その庵野監督と岡本喜八監督はまだ5歳目の頃、もうお亡くなりになってるそうですが、はい、まだいらっしゃった時にその対談してるのが記事を読みまして、はい、で何だったかな、しかもライナーノーツを書いてるという、はい、庵野さんがそのだかな、あの DVD 発売した時にその沖縄戦の大好きな沖縄戦の DVD をか何かが DVD かなブルーレイかななんか商品化された時にその紹介文みたいなのを書いてるっていうことで、尊敬する、はい、先輩にみたいな感じで、はい、で対談も実現してるってことで、対談を見てみたんですが、ほとんど映画の技術のことばっかり延々と話してるんで、素人には何が何だかなんですけれどもね、とりあえずなんか映像のカットとつなぎ方がもう心惹かれまして、すごくあの、引用してますみたいな、はい、勉強させてもらってますみたいな、なんかそんなものすごくあの職業対談になってましたけどね、見たところ、はい、そこは分かんなかったんですけど、まあでも影響は強く受けてるんだろうなっていうのだけは分かったんですが、はい、うん、そこまで入れ込んでるんだなっていうかね。で逆にあの岡本監督は何だったかな、トップを、ね、見せてもらったかなんかで見ましたよみたいな、エヴァも見ましたよだったかな、はい、で完全に自分の映画が言ってみたらパクられてるみたいななかなか辛い状況かもしれませんが、でもオマージュですからまあいいんでしょうね、はい、でなんかアニメと実写映画の違いとそれぞれの特徴があるねみたいなお話をしてはったんですけどね。あと何かな面白かったの、あそうそう、でなんかトップを狙いの最後がモノクロになるのもなんか意図があってみたいなんで、でわあの時代にわざわざモノクロのフィルムで作っとったかなんか言ってましたよ、はい、あそんなに苦労してやったんだと思って、普通にモノクロにしたらモノクロになるんだと思ってたんですけどね、はい、もうちょっとこだわりがあってああいう風にしたみたいで、わざわざ大変なことしてたのかみたいなちょっと思いましたけど、はい、すいませんね話が長くて、でそんな岡本喜八さんの日本の一番長い日ですが、はい、これは何が興味深いかと言いますと、やっぱ8月15日の、はい、終戦の日のドキュメンタリー映画でございました。はい、2度にわたり日本で映画化されと、映画自体はすごく面白かったです。はい、映画自体はすごく面白かったです。思ってた以上にアクションがって言いますか、最初は淡々と流れていく政治的な、なんていうんですか、社会派映画なのかなと思ってたんですが、後の方に行くとかなりどぎつい場面が出てきますからね。はい、ですごい迫力で、最初は物静かな、はい、ね、お話だったんですが、はい、びっくりしましたね。よくできてますね。2時間がものすごく長く、あ、3時間かな、3時間とか2時間かな、でもものすごく長く感じましたね。はい、はいですね、昭和天皇や閣僚たちが御前会議において降伏を決定した1945年、昭和20年8月14日の正午から九条事件、そして国民に対してラジオの玉音放送を通じてポツダム宣言の受諾を知らせる8月15日正午までの24時間を描いているという映画です。かなり史実に基づいていることが分かりました。後で、その史実を見切ってみたら、はい、十分結構忠実に描いていました。はい、でですね、2つあるんですね。1967年版と言われてるのを見たんですが、日本の一番長い日と、あと最近ですね、つい最近2015年にも映画化されておりました。はい、そういえば宣伝されてるの見ましたね。はい、原田真二、
原田監督による2015年版。はい。というわけで、なんか、日本の一番長い日決定版みたいな。はい。原作者は同じなんですけど、はい。少し解釈が、というか、違う映画、別物の映画として、リメイクというか、新たに作られてるそうですが。はい。こちらはですね、興味あるんですけどもね、昭和天皇がモッコンというのがちょっとどうしても受け入れられなくて、はい、いや、モッコンは別に嫌いではないんですけど、徳川慶喜をやってた時を見てた、別に嫌いではないんですけど、どうしてもモッコンにしか見えないので、ちょっとそれは無理かなということがありまして、ちょっと見ようと思うんですが、はい。はい。むしろこの67年版はですね、はい、鈴木貫太郎当時の首相を、劉智秋さん、はい、が押さえてます。で、三船敏郎さんですね。阿南惟幾陸軍大臣を三船敏郎というね、もう、はい、邦画を代表するようなお二人が出ておりますので、もう安心して見れると言いますか、私はそれほど知らないので、あまりこう、変な先入観なく見れるのかなというね、のもありまして、はい。普通になんかドキュメンタリー映画的なものを見てるような気分で見ておりましたけれども、はい。配給は東宝と白黒です。東宝創立35周年記念作品の一つとして映画化されました。やはり特別なテーマだということですね。非常に特別なテーマでございました。はい。なので、何しろね、終戦の日8月15日の1日を描くという、はい、映画です。で、実はこの映画を昭和天皇が家族と共に、鑑賞していたというのもちょっと思い切っては出てまいりまして、はあ、すごいことですね。はい。この映画を公開年の12月29日に、ご家族で鑑賞されていたことが、最近公表されましたということです。はい。うん、どんな思いで見てたんでしょうね。あの夏の日のことをね。うん、かなり当事者ですからね。当事者の中心者であられますから、どんな思いで見てたんだろうなっていうかね、うん、思います。はい。ちなみに、昭和天皇は寅さんが好きだそうです。よく見てたそうですけど、そんな話もあります。庶民のこともよくご存知。はい。法廷の寅さん好きだったみたいです。はい。はい、さてさて、で、そうですね。ものすごい、なんかすごくっと引き込まれましたけどね、映画には。はい。普通に面白かったですが。そうですね。何かと言いますと、やっぱ史実なので、やっぱ史実というのがすごいショッキングですね。はい。だから、ね、今までの私のね、知ってるところでは、広島に原爆が落ち、長崎に原爆が落ち、その前にあれか、沖縄にアメリカ軍が上陸し、はい。で、広島、長崎に原爆が落ちて、で、同時にソビエトが、満州に攻め入りみたいなことで、もう四面楚歌でどうしようもなくなって、ポツダム宣言を受諾するという、もう しょうがなく降伏みたいなね。はい。で、玉音放送。なぜかはわかりませんが、国民に直接呼びかけて、日本人がみんな泣き崩れて、はい、皇居の前で泣き崩れて、ね、っていう、まあまあ、よく見る、朝ドラとかでよく見る場面を、しか知らなかったんですが、その一日にもなんかこんなすごいドラマがね、あったということは、まあ映画を見て初めて知ったところなんですが、まあ史実ですからね。はい。そこがやっぱ一番見どころでございました。はい。何がびっくりしたかというと、クーデターが起きてたんですね、この日。一日だけですけどもね、九条事件と言われまして。つまり、日本は絶対に降伏しないっていう、主張していた、陸軍の一部の、はい、中堅将校ですね、が暴動を起こしまして、九条という、しかも、いわゆる皇居ですね。です、いいのかな。はい。宮中、はい、宮城と言われて、なんかそこを、襲って、で、クーデターを起こすと。はい。つまり、戦争絶対遂行するという天皇を、陛下を、
立ててっていう226事件の再現再来みたいな、はい、226は、朝敵になってから負けたけど俺たちは陛下をみたいなこと言ってましたね。そんなことを企ててたんですね。はい、というそんな映画でございましたが、はい、それがまあ終戦、はい、日本は全面降伏をするというふうに決まった8月14日の夜に、起きた事件なんだそうですが、はい、クーデターですね、はい、でそれ以外にも、それ以外にも、最後の特攻に行ったバカどももいると、こういう言い方したら失礼です、申し訳ございません。なんかあの俺は最後まで諦めないっていう、なんかそんな人も描かれてましたね。特攻する場面なんかも結構リアルに描かれてたのを見たんですけども、なかなかすごいですよ。もう確実に体当たりで生きて帰ってこれないのでっていうね、ゼロ戦で、で結構なんていうんですか、みんなで送り出すんですね、あれ女の子たち、学生たちとかね、もう当時で特攻するなってもう大人がみんな死んでいないので、もう学生とか若い子がもう飛行機の運転だけ覚えてそれで突っ込んでこいみたいな状況だったらしくて、で若い、男の子たちが旅立つんで、で同級生ぐらいの若い女の子たちがなんかいろいろ、はい、歌を歌ったりなんかいろいろやって送り出していったりしてるので、ちょっとなかなかもうね、辛いものがありましたけどね、見ててね、はい、なんか片身の、これはシーン、これは映画じゃなかったですけど、ね、俺の代わりだと思ってて、なんか越中の女の子にこう片身をあげたりとかね、なんかそういうのが靖国神社に残ってるそうですが、はい、まあまあそんなもんがありまして、はい、はい、そういう事件が、あとまあ、総理大臣官邸を襲撃した連中もいたというね、なんかそのあたりが中心に描かれていたようなんですが、はい、で鈴木貫太郎内閣総理大臣っていうね、はい、当時の終戦時の内閣ですね、首相で、当時もすでに開戦時の首相といいますと東条英機氏ですが、はい、東条英機といえばね、はい、太平洋戦争といえばあの方ですが、はい、陸軍のトップだったんですけれども、あの方開戦時の首相で、まあ、途中で解散して、いなくなっておりまして、その後かな、うついで鈴木貫太郎さんという、この人が終戦、戦争を終わらせるために総理大臣になったというね、陛下のご意志でということなんですが、はい、それを劉七秋さん、はい、名優さんが演じておられます。すごく上品な方でございました。はい、でこれに対して、もう三船敏郎さんです。日本の、もうね、かっこいい、あの方でございます。名優さんでございますが、この方が陸軍大臣の穴見惟幸という、はい、役をやっておりまして、この方が、ポイントでしたね。はい。こう、まあやっぱりすごくいい役をやっていたというかね、まあ、この人だから演じられたのかなという、はい、ポイントなんですが。この方は何をしたかったかというと、もうネタバレしますよ。いいですよね。いいですよ。ネタバレも何もないですけど、史実ですから。はい。当時の、鈴木貫太郎内閣の当時の陸軍大臣なので、まあ言ってみたら、陸軍のまあトップですね、大将ですからね。はい。まあトップの一人という感じですかね、だったわけですが、この方が、本土決戦を主張すると。はい。国体護持っていうね、なんか全面降伏をすると日本は国はなくなってしまうと。アメリカと、まあ実際にアメリカと、ソビエトと、ね、中国ね、はい、分割されて、分割占領されるって案もあったらしいですからね。はい。まあそういうこともありまして、国体護持というのをね、まあ日本という国がなくならないということの、に、多分、この男たちはそのために戦って命を懸けたというような、そういう物語ですね。はい。で、この国体護持っていうのを、まあそのために、この人がですね、むしろ、なんだったかな、軍部を抑える役割を実は果たしていたという説がありまして、
はい、でこの人は実際にあの戦争推進派なんですね。降伏はしないっていう、陸軍は最後まで戦う、本土決戦の用意はできているっていうのを、それが当時の陸軍の、はい、海軍とまた意見が違ったらしくて、海軍はもうね戦艦が全部乏しいのがね沈められて、もう戦力はアウトでしたからね。はい、なんですが陸軍はまだやるって言ってやった言ってたという、それがなんか当時の一番やばい状況だったということで、はい、なのでポツダム宣言受諾するかどうかっていうね、お話が、まあ話、決断を迫られた時に陸軍は絶対に降伏はしないと主張してたわけですが、ここで、陛下のご聖断が下ると、はい、陛下がもう降伏を受け入れるというふうに決め、ご聖断って言ってましたけども決めたので、もうみんなはそれに従うという、はい、ことなんですが、でもそれに従わない一部の陸軍若手たち、若手の、はい、幹部たちが暴動を起こすと。でこの阿南大将はそれを予期していたので、はい、むしろあの戦争を終わらせるために自分が犠牲になってその陸軍のクーデターを抑えるというようなね、そういう方向に持っていこうとするというね、ネタバレをするとそういう話、なんか一見終わるものに見えて実はっていうね、はい、お話なんですけど、はい、で実際にこの陸軍将校の起こしたクーデター未遂事件っていうのも結構リアルに描かれておりまして、はい、ちょっと残酷な描写もところどころありまして、まあ史実らしいのでね、近衛隊長を切り、はい、斬殺してっていうね、で偽の、命令書を出して、はい、クーデターを起こすみたいな話だったんですけども、その辺もきちんと、再現されておりまして、はい、皇軍の辞書に降伏の二文字なしという、はい、ことが当時の若手のなんかそういう人たちを抑えるという、抑えて日本なんとか守るという、はい、そういう大人たちの戦いだったのかなというね、まあ暴走する若者たちもそれはそれであの熱い思いかな、まあ考えがあったわけですけどね、うん、まあ歴史ものなので何が正しくて何が悪いかとかなかなか難しいんですけど、はい、でこの、何でしょうね、とりあえず阿南大将が最後に責任を取って腹を召されるわけですが、そのシーンが、はい、というかあの衣装が美しかったです。はい、ちょっとこんなこと言うと危険かもしれませんが、こう書がね、はい、本物を再現してたみたいなんですけども、はい、一矢を持って大罪に処す、信州の不滅を確信しつつという、なんかそういう衣装を筆と墨で書いて衣装として残すわけですが、それが非常に美しく感じました、私には。はい、まあ、字がうまいというだけじゃなくて、もちろん自分うまいんでしょうけど、なんかこう生き様っていう、その人のなんか清廉な生き方みたいなのがこうその字に表れてる気がしましてね、やっぱ書というのはそういうものなのかなっていうのをちょっと感じました。はい、なんか単純にテクニックとかじゃなくてね、本当にその人の生き方とか、はい、人生みたいなのが現れるんだなというかね、大げさに言うとそんなことを感じましたね。でこれは現物が残っているそうですが、あの血しぶきが飛んでいるので、はい、なかなかすごいです。はい、それもちゃんとあの再現されてましたね、映画で。うん、でね、あのここがですね、あのなんか思ったんですけど、ね、エヴァンゲリオンでこう結構血しぶきがピシュッと飛ぶ、はい、シーンとかあったと思うんですけどもね。でその後うずくまって初号機が動かなくなっていってね、静かに沈黙して、で鹿ちゃんはセミの声がミン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 とこうね響いていくシーンがあったと思うんですが、あれと被りましたね。はい、だからイメージソースとしてはこんなところにあったのかという気がしたんですが、発見でしたけど、どうでしょうかね。うん、はい、なのでね、ちょっと思ったんですけど、エヴァンゲリオンでは夏が永遠に繰り返されるじゃないですか、という、はい、
なんかあれですよね、セカンドインパクトの威力で、地軸が動いてみたいなことで、永遠に日本に夏がやってくるようになったんですよね、確かね、そういう設定ですよね。で、常にあのセミの声が響いてるみたいなね、はい、なんですけれども、はい、でひょっとしたらあのエヴァが描いてる永遠の夏っていうのはこの8月15日を繰り返してるんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたかもしれないです。なんか似てます、すごくこの映画で描かれてたこの何しょ感触とね、はい、あの静かで残酷な、そして迫り来る滅亡みたいなね、はい、そういう感じがひょっとしたら監督の中では、まあ、直接、それを意識してたわけではないのかもしれませんが、何か通じるものがあるなと思いました。そう考えるとファーストインパクトが広島でセカンドインパクトが長崎なのかもしれないなというふうにちょっと思いついたらゾッとしました、はい、というわけでちょっと大変重い映画でしたが、というか史実が重いですね、史実が重いです。これをこれこそ8月15日の終戦の日にやっておくべきでした。遅かった。はい。まだ40分あるな。あ、ここにあった。すいません、ますますコメントしづらいお話で申し訳ありません。あったあった、岡本喜八仙さん、はい、シンゴジラでは行方不明になった学者として、顔写真で出演と、はい、現在もお亡くなりになっています、はい、ここですね、引用エヴァンゲリオンで使徒の波長パターンとして表示されるブロードタイプブルーが、岡本さんの、映画のタイトルから引用しているというだったり、トップを狙いの中で激動の昭和史沖縄決戦か、これ次見よう、これにおける船が多すぎて海が見えない、船が七分に海が三分といったセリフ、はい、であとテロップなどがオマージュとして模倣されているという、はい、沖縄決戦が LD 化された際には富野さんが、あ、じゃない、安野さんがライナーノートを書いているということです。はい、はい、どうも失礼いたしました。夏になるとこういう話をしたくなるんですよ。もう夏終わりですけど、でも永遠にこうセミが鳴いてこう夏が続くと嫌ですね、うん、はい、というわけでちょっと話題を変えますか話題を変えましょう、話題を変えましょう、話題を変えましょう、明るい話題がいいな、はい、ラストエンペラー、はい、どこが明るいんだって話ですが、はい、映画自体はすごく面白かったです。今日は映画の話で終わりますが、はい、映画自体はすごく面白かったですよ、はい、ちょっと失礼、ちょっと一杯だけ飲ませてください、水を。タラララララ、あ、違う、これはセンメリでした、はい、1987年の映画です、ベルナルド・ベルトリッチ監督というね、はい、映画監督です。あのあれで有名ですね、ラストタンゴインパリで有名な方ですが、はい、この方が、80年代か後半にこんな映画を撮ってまして、当時かなり話題になりまして、私も見てました、はい、で日本人役で坂本龍一さんが映画に出演しておりまして、はい、でおそらくあのセンメリで有名にな、海外で有名になったっていうのがあるのかもしれません、オファーがあったのかもしれません、最初俳優で出て、それから映画音楽も担当してってこと でラストエンペラーの、が、まあ、当時のアカデミー賞を総なめみたいな感じでしたっけ、はい、大変評価されて、で坂本龍一さんも日本人で初めて、アカデミー賞を受賞したということで大変話題になりました。そういったわけで日本でもヒットした映画です、はい、
名目上はそのもともと満州にいた人たちのための満州国というのを作ってということで、で日本と大変親密な関係の国家を作るということで選ばれたのがこの清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀だったということです。彼がラストエンペラー、つまり、清朝最後の皇帝で、しかも、満州国の、初代にして最後の、皇帝ということになったそうです。はい、同じ人が、二度皇帝になっ違う国の皇帝になったのは歴史上彼だけなんだそうです。はい、で無事満州日本の力添えで無事満州国と一族の、はい、長となり独立を果たしたのですが、本人はそう思ってたんですけども、実際は、日本軍部の、はい、操り人形にしか過ぎなかったという、はい、いうお話なんですが、でこの時にその日本を代表してこう日本を代表する人物として、甘春正彦という人物が出てまいります。はい、甘春正彦役を演じたのが坂本龍一さんですね。はい、というだから彼は出演もして音楽主題歌も作ってるんですね、あの有名なラストエンペラーの、はい、でこの自分の命を捧げるということで女を捨てて、はい、で軍服を着て実際に飛行機、戦闘機に乗ったりしてたんだそうです。はい、で当時からべっぴんさんだったと、でしかも男装ということでマスコミにすごく取り上げられて、はい、しかももともと中国のお姫様ということで漫画のようなキャラですけどね、本当にこんな人いたんですよね昔は。だから今のああいうお姫様キャラっていうのの遠いルーツはこういう人なんでしょうね。昔実在したんですよきっと。はい、当時あのそういう雑誌とかでも取り上げられてたんだそうです。男装の霊人川島よし子、どんだけ人気があったかというとレコードも出してると、はい、日本人どれだけレコード好きやね、歌好きやねって感じですけど、はい、雑誌に独占記事が載るみたいな、はい、すごいですね。はい、まあある意味独立運動の女スパイだったんですけれども、日本にとってはあの別に悪者ではないのでやっぱり好意的に描かれてたんでしょうね。はい、らしいですよ。そんな人がいたんですね。ファニーさん、わずか50年前とかにはそういう革命の嵐で文化大革命ということでえらい騒ぎになったらしいです。文革っていうのは、何でしょうかね、まあ反革命的なものを徹底的に破壊するみたいな、はい、お寺を壊し、まあ、神社ありませんけど、まあ、そういう古い遺跡を全部革命的だと壊して、非革命的な人たちっていうのを見つけ出して、やり玉になって、まあ、ね、毒殺したり、はい、なんかいろいろひどいことしたり、文化の破壊行為です。